元気だね。みんながうまくなるよう一緒に練習しましょう。必ずその一つ一つ課題をクリアして自分の中の次に進んでほしい。でなかったと思った課題がまた出てくる。終わりはないんで、それを繰り返していったら必ずうまくなります。